マシケ町立マシケ小学校は、北海道マシケ郡マシケ町南署館長2丁目38にある公立の小学校である。マシケ小学校の旧校舎は1936年11月に84,800円をかけて建築されたもので、2012年3月まで使用されていた、現存する北海道最古にして最大の木造校舎である。2001年10月には、 マシケ小学校と駅前の歴史的建造物として北海道遺産に選定されている。通常は非公開で大きなイベントの時にだけ一般公開される。改修には多額の費用を要するため並行依頼大掛かりな工事は行われていなかったが、マシケ町が2016年度のふるさと納税の用途指定項目に旧マシケ小の保存。 活用に関する事業を追加したところ、目標の3000万円を大きく超える4200万円が集まった。2017年には、そのうち2900万円を費やして、体育館などの屋根を張り替え、煙突7本を撤去する工事が行われた。ABCDEFGHIJKLM、新橋計調子 P514、公式サイトハット ABCD、 北海道新聞2017年11月24日24面新馬橋家長 CP515 ありがとうございます。